サイバーフォーミュラとかあのサムライトルーパーが1週間前と同じ放送を流しちゃった放送事故とかやめろよ、そういう話するの。分かるに決まってんだろお前。むしろラムネ&フォーティーなんて 俺より下でもさらに上だよ俺なんて。恋の呪文は好きと好きな、さすがのサルトリス、これが好きときめとき水流の 3LP 連打すぐそれ。でもこれ結局シャカさんと当たっちゃうんですよね。さすがのサルトビのオープニングはね、あれあの時代にしてはすごいんだぜ。ローリング的なあのマトリックス地方を使ってるから画期的だったんだよ、あの放送オープニングは。カズミのスラッシュは左です。あんまり別にでもスラッシュがこのキャラのスラッシュは左、このスラッシュのあれは右とか いまだに俺よく分かってないけどね。知ってるのはドラグノフのアサルトは左、カズミのスラッシュも左。ラグは NTT とかあの AU とかそういう光回線の問題だよ。バンダイナムコ様は関係ねえんだよ。そしてまた振動シャカーか振動じゃない、あ、やばい今。次は食え。ラウンド1ファイト。もうね、もうみんな弱いから飽きた。こんなに俺の才能が開花されちゃうゲームは他にないねっていう感じでスクラグはやめた。1プレイもしてないけど、あの先週も俺言ったけど、今週も先週から今週にかけてまあやっぱり地元のゲーセンに行って鉄拳やりに行くけど、スクラグをやってるお客さんを一人も見たことがない。大丈夫なのかあのゲーム。声小さい？嘘。それは多分ダウトだね。いつもと変わってないもん。俺がもっと声を張り上げればいいでしょ。それかゲームの音を下げる？ちょっとバランスどうなの、バランス大丈夫？さっきは訪れしてたけど、そうでもないでしょ。いじってねえもん。はい、ありがとうございます。お、今日初のリベンジマッチ。山山さん、俺クラスチームの山山さん危ないよ。
今日は弾みばっか当たるな。あ、後ろで USS への射撃を使いジャスティンが鮭の整理を美味しそうに眺めている。狙ってるか、店内対戦狙ってるか。シュラまで余裕とか言うなよ。シュラに行ってない人だっているんだもん。 KO ラウンド2ファイト。上級者にとっては余裕かもな。ほら段位じゃないんだよ、楽しいかどうかなんだよ。すぐ段位で考える。でもね、実際僕ヨシミツを始めましたけど、俺といえばサブキャラをやらないプレイヤーだった。でも鉄拳7でちょっと初めてもう1体サブキャラを使いましてヨシミツをやってるんですけど、獣団くらいのその鉄拳7から鉄拳を始めたばかりの人とかがいるから、今までは要は自分はラダンとか赤ダンとか神ダンの人と大戦をしたりして、相手のことを、相手もこのフレームを知ってるでしょっていうような対戦を多くしてきたんで、変に相手を信用してる部分があるんだよね。でそのまま獣団とかに行くと、悪い意味で言うんじゃないけど、その人があまりフレームの知識がなかったりするとマイナス13とかから普通に暴れるっていうかさ、この技からこの技へみたいなことを連携をしたりするわけよ。見たことのないまさかというようなね、まさかの連続が来るから案外結構わけわかんなくまとまってる。だから逆に言えば、その段位だけで測るんであれば、獣団とかの試合は相手を信用せずにフレームで割れない連携を一生やってるとか、途中で試合の途中で、もちろん格ゲーだから試合の途中で学習して裏を書いてくるっていうのが読み合いとかになるわけだけど、もうねそういうの無視してとにかく割れない連携を連発するのがいいかもしれない。良き武をお持ちですね。そう、爆寸光がねジャブのように打ってくる。ゲームオーバー。当たるんだそれが。Jin Kazama. Get ready for the next battle. Round one. Fight. 前作だとフレームで固めてたら勝てるんですけど、今作は判定とか潜りの関係で事故率が高い。実際そうですね。それは前作までの鉄拳を知ってて、鉄拳を信用してるんですよ、あなた様も。鉄拳7はまた違う鉄拳、新しい鉄拳なんです。だから前作までのこうだったからっていうものを知らないでオンラインに鉄拳7を始めてる人もいるわけですから、前作がどうだったからこれはクソだとかは違うと思うんですよね。僕鉄拳7はこうなんです。今は鉄拳7でみんな鉄拳を競ってるのが主流なわけで、勝つのが全て。じゃあ2回に1回 50% の確率で回線4の人と当たってしまうんであれば、それは回線4流の戦い方を手に入れないとダメってことです。
言い訳だけしてると一生回線4とか当たったら自分の好きな鉄拳というか自分がやってきた昔の鉄拳が通用しないから勝てなくてイライラしちゃうんですよね。鉄拳4を強かった人が鉄拳5強いとは限らないじゃないですか。鉄拳4の時はこうだったからああだったからって鉄拳5で言っててもダメなんだよ。勝つのが全て。確かに対戦4で対戦するのは僕もうーんって思うところはありますけど、でも戦い方を変えればいいんですよ。US 衛星とか対戦4とかにめちゃくちゃ強いと思います。あ、今はこういう感じなのねっていうような風になったら戦い方変えてきて、 USA なんて戦争民族ですからね、勝つことが全てですよ。 Win is 全てみたいな。 Win is max。 回戦しかちょっとね問題があるね。あ、回戦4だとマイナス10入らないっていうのあるね。入らないんじゃなくて連動したらさすがに入るんだけど、こっちが報酬を見切ってから反応するのがガード硬直中、要はさマイナス10とかのって相手よりガード硬直が、10クレ早くこっちが動けるようになりますよっていう問題だからものだから、その今ガードしたっていうのに気づくのが遅れてしまえば、それに10クレ動き出せるところに10クレの LP とかを押さなくちゃいけないのが遅れちゃうんだよね。あ、間違えた。おい、プレイヤーの名前入れ替えるのめんどくせえ。連戦してくれ。あ、終わった。森ちゃん入れたら終わった。モタハンコック前蹴りは強いね。このゲームにマッチしてラウンド1ファイト。あ、ジンの人とかそうだね、そのカッターが逆にガードされたりしゃがまれたりすると浮かされるっていうような技でカッターするのは怖いね。俺が使ってるレオとかヨシミツはそういう技があんまりないので、ヨシミツの 4RPRP の大間釘打ちとかはあるな。俺がシャヒン使ったら大変だよ。火星で水が見つかったみたいにね、それぐらい大変なことになるからね。木星あたりで人間の進化系みたいな、人間2みたいなの見つかっちゃうからね。ホモサピエンス2みたいなの見つかるぐらい地球の危機に瀕するからダメだよ俺がシャヒン使うの。横移動機能しないんじゃなくて、なんとなく横移動をしてたのが、それはあれ、いわゆる横移動世代だ。横移動世代は横移動鉄拳しかしてこなかったから、今の鉄拳セブンが難しいんです。でもノビとかユウとかこの間ね世界大会の切符手に入れた
決勝の手に入れた影丸チームとかだって昔鉄拳タック2強かった人がちゃんと勝ってるでしょ。ビデ君はちょっとあれだけど、あの縦鉄拳だけどスーパー縦鉄拳でもビデ君もこのゲームのシステムを理解してて、アオライがめちゃくちゃもうバグみたいに強いって分かってるからプラクティスやってみてるみたいに一生アオライしか出さないみたいな、あれが強いんだ。鉄拳7であれが強いんだ。あれが制限。ラウンド3ファイト。あ、森ちゃんだ。そのまま名前は流用できる。新しい鉄拳に早く慣れないとダメ。余計な横移動をしてて技を被弾するのをやっちゃいけない、ま、ジンの前蹴りもなんとなく横移動で避けれないから、そこはガードするしかないです。ガードか初期技とか。KO。ラウンド4。ファイト。見えてた青龍。俺は青龍いただいて。プラマナゼロあたりに戻ってきたほうれん草マン鮭の低血圧。鉄拳 6BR 時代では黒黒杯で数字弾だった鮭の低血圧、今ではこんだけ7年8年10年ぐらい鉄拳を続けてきて、俺の放送で赤弾まで上り詰めてる。鮭も7年前までは数字弾ノーマルで使い、 KO ファイナルラウンド。ニコニコに黒杯の第何回だったかな、第5回か6回目ぐらいの黒杯の時、鮭のノーマル陣の数字弾だった時代の動画があります。探してください。お互い意地と意地のぶつかり合い、前蹴りで相手にプレッシャーを与えて、体力同じぐらいから森ちゃんが落としてしまった。森から林へ、あ、え、今の確定、あれ、え、今か確定、前蹴り確定、今のコンボなんだ。確定だって今のたたきつけて前蹴り確定 だそうです。なんかコンボミスってアドリブったのかなと思ったら確定だそうです。俺を初めてゲーセンで見ました。どこだよ、俺が行くゲーセンで2種類ぐらいしかないじゃん。声かけるよじゃあ。なんでわざわざ放送で言うんだ。うん、この鮭のジンのカスタマイズは今日優勝あるね。あ、タック2から確定なの。へえ、タスミンだ、うんうん、これはありがとうございます。勉強させていただこう。鮭も沢尻エリカとデートしました。なんだよそれ、過去形じゃねえかよ、うん、嘘つくなよ。まあ、放送の時とはイメージは違うね。放送の時の方はあれだね、黒黒です。僕が一人でゲームやってる時はただの斎藤さんなんで、斎藤さんのおっさんなんで。ラウンド1ファイト。さ、これは吉光ちょっとだけ有利だけど、ジンも極れ投げ QWP で床崩れできるんですね。うまいな。俺にはない。あ、それで崩すんだ。カスミもう開始17秒でありがとうございますだね。これ吉光勉強になる。俺ここら辺でパークラぶっ放す。こんだけ体力差あったら、あ、これいっぱい使うよね。今回吉光の背面 PP ってマイナス10なの。10ポイントやから前までマイナス9だったよね。
Round 2 Fight。 俺はゲーセン以外ではね、神、神って呼ばれてる。あ、なんか、え、人間のさ、このストラクチャー、構造、人間の腕とかさ、足とか、もう機能的じゃない？これ考えたの俺だから。人間に著作権持ってるのは神だから。 TPP とか言ってるけど、神に著作権払えよ。あ、俺にタバコの煙吹きかけてやりたいさんは、NG ユーザーケース、おめでとうございます。いやー、ありがとうございます、カスミ。広大の清水見させてもらえるか。あのスイープキックは俺も打つな。回復重要なんですよ。あ、うまい。カスミンが今何回も無双から遠くに離れるバックダッシュみたいなのを無双解除をしてるんですけど、あの入力めちゃくちゃ難しいんですよ。コツがいるんですけど、僕は 100% 出せない。吉光、古くからの吉光使いはもう余裕で出せるんだろうけど、これは無双解除を横移動してる。無双解除横移動結構スラッシュとか避けますね。危ない、やられるとこだった。危ない、追払い。なんだなんだなんだ、エスキャラか、奈落からこれか、奈落からこれか。ヨシミツのバークラ関わりますよ。あれ、距離関係ないのかな。結構多いですね、13以上ある。タバコ吸ってるギャルが俺のこと好きって言ってた。あー、まあまあいいよ、連れてきなよ。とりあえず連れてきなよ、それから考える。そして無双でいろいろ無双しながら、寝ながら無双していく状態で、黒ギャルのあれ、え、前進すると確定か。あ、毎回確定で、あ、確定ではないっぽいですね。ヨシミツブレードっつうのは、バット状態だと発生6なんで、発生6で密着を作っちゃうと信じられないところに割り込めたり。今レイジャーツじゃなかったのか。これこそ今はレイジャーツでフィニッシュだったんじゃなかったのか。性欲は全然衰えないですね。性欲は全然いまだに 1くれ100円あります。あー、よくある連携を拾っていく、このお互いがプロフェッショナル同士。クロコロハイの決勝か。あ、今のです。これカスミンは今あの構えなんだっけ、地雷波じゃない、地雷波、地雷波中にレバー2入れで潜れるんですけど、一瞬潜る行動ができるんですけど、あそこから潜り頭蓋を出すとタイミングがずれるんで見切りにくくなりますね。マイナー Q です。吉光の横移動 LP は今回マイナー Q になりました。え、カウンターで浮くやつでしょ、うん、マイナー Q です。ノーマルでも浮く方は関わる、潜り使いはさばけないです。うん、そうそう、10年以内にはちょっと怪しいですね。もう鉄拳8で終わりですみたいな、鉄拳はもうこれ以上出しませんってなったら結婚するかもしれない。もうどうすんだよ、次の鉄拳タック3が先行稼働して日本に、世界のうちに日本にしかない1ヶ月間、また俺は1ヶ月放送続けなくちゃいけねえのか。やるよ。
初の青龍、初の須坂あるのかシャーケ。今のあの横移動あるけ、これフォーミング、なんだっけ名前、冗談なんですけど、流雪ガードから緊張の構えに行ってるところからのアシュラザンは割れないはず、割れないです。確かジンはありますよ。あれ QWP 投げ、あこれはかわ、吉光かわいそう、あ吉光ブレード来そう、吉光ブレード来そう、これ吉光ブレード、あー KO ラウンド3ファイト。このステージでね一番重いを受けないのレオだ。ほんとレオはあやめとこ、みんな文句言うからアスカはね、アスカあると思う。これ玄野と神殿ステージで大戦したんだけど、この間オンラインでアスカはあるね。オンエマンだね、もう神殿オンエウーマンだね。リリ最強だろ。リリのためにあるようなステージだから、あー痛いな、結構案外痛い。ブライアンは案外かわいそうかもしれないですね。でも崩した後のあのガトリングコンボは痛いですよね。クラウリュはもうどこのステージでもいい。リリの部屋ですよ、ここ。家じゃない部屋、リリの胃の中。ニューステージリリーズストマックみたいな、いいじゃん、リリーズストマックでいいよ、このステージ名称。カスミ新見吉光ブレード、あーこれかー、これが吉光使いのトップ3、カスミ。あれこれ連戦すれば須坂あるんで、あ早い早い、鮭が早い鮭がゲームを、あカスミの名前入れるの忘れた。今の流れいいな、いただいていこう。カスミンかっこよすぎるな今のは。Jin Kazama Get ready for the next battle。 ゲゴンからのレイジは、あ俺も知ってるよっていう、あの知ってる中出しますけど、知ってるんですけど、あそこまで華麗にねダメージ計算してフィニッシュするのはやはり吉光のスキルがあるからですね。今のはうまかった本当に。吉光ああいう相手がこの2対2の最後の試合で固まるみたいな、もう完全にこれ様子見見して安全に行くぜみたいなところの心の隙間を読まないと、心の隙間をローディングしていかないとダメなんですよね。そういうところに惑いなしとか残酷剣入れてから、あ森ちゃんよかった、あの森ちゃん消してなかったんで、森ちゃんあの速攻で名前出せます。カスミンはすぐ名前すら入れてなかったけど、森ちゃんの名前はすぐ入れてくスタイル。これホウレンソーマン鮭の低血圧、スザクあるんじゃねえのか。だ俺の名前をクログロって書くんじゃねえよ、クロクロだっつってた。カタリーナのスネークに角換届かない、キャラクターは何ですか。あおそらいスネークって、でもカタリーナスネーク2つある、超潜る、あの軽いスネークと、違う、カタリーナスネークって3つあるよね。しゃがみ中に出す超潜るスネーク、軽いスネーク、あとめちゃくちゃ遅いスネークあるよね。
全部16以上はあるんですけど、レオだったら全部追いつき、立ち上がりのチャージ RP でいいんですけど、他のキャラクターはかわいそうなキャラクターとかいるでしょうね。ダッシュおそらいとか、おそらいジェックキックのおそらいって2種類出し方があるんですよ。普通のおそらいと着地際に出す着地おそらい、着地おそらいの方がリーチ長いからそっちもダメなのかな。そう、しゃがみ中から出るやつと壁で小籠入るやつとスネークエッジみたいに当たるとグル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 って、なんか謎に下段を当ててるのに謎に垂直にぐるぐる回転して浮くっていうわけわかんないやられさ。あ、ブライアンリフトアッパー届かないなら、あ、立ち上がりと中 RP の方が長いはずだけ それはどうなんだろう。しかもあっちの方が痛いんじゃない。あれダメ。じゃあまあそれはカタリーナ側のキャラ対策ですよね。ブライアンにはガンガン屈してけみたいな。なんか長い中段技とか、タチキャンストマック安っ。ラウンド2ファイト。このドラゴンの方がいいよね。あ、タチキャンボアクラでいいじゃん。ダッシュボアクラでいいんじゃないの。中ぐらいのやつ、鐘楼が入るやつ。あ、ジンじゃない、ブライアン。ジンはライトが入る。ジン、ノーマルジンは、え、ダッシュから？ダッシュライト？直ライト？ノーマルジンはライトでいいみたいよ。あ、ボアクラは難しそうだね。サンフレダッシュボアクラとか。ボアクラの発生っていくつなの？ラウンド1ファイト。キャラが分かったから、その S キャラで俺今封刃でスクラグの封刃だもん。全一脳内でね、一回もやったことないけど、今日の優勝はホウレンソーマン鮭の低血圧。これジンですよ。今右にいるのジンだからね。スライディング出すのジンだからね。これやられた方も
人だからね。終わり。ゲームオーバー。重いからできない。今プラス？もうやんないの？いやもういい。なるほど、そうっすか。じゃあ泣きの一回。いやこれでやってください。シャケに今100円あげたんで、スザク見せてもらいましょうよ。嫌な顔してる。カスミンが見たい。 Welcome to the King of Iron Fist Tournament。 これで5連勝ぐらいしてくれれば、5連勝。今シャケに100円あげました。鮭の朱雀が見たいの。Get ready for the next battle。 二代目のロマ、あ、スポラク、やべ、これね、スポラクオンジさんだと回線3まであるんですよ。あ、本当に本当に、別になんだよっていうその煽りじゃないんですけど、でも実際そうなんですよ、九州さんは。あー、4から治んないです。あー、でもさすがに2週間前みたいなあれはない。回線4なら回線4なりの戦い方をすればいいんだよ。入れ込んでこ。2代目のロマさんが回線4なりの戦い方をしてる。でも実際そうなんだって。もう別にこれは俺たちのどうのこうので治んないんだから、回線4で勝ちやすい戦い方をすればいいんだよ。同じ同段戦なんだから。その方が勝つ可能性が上がるの。戦争で、戦場で弱音なんか言ってられない。それツリーよなんて戦場で言ってらんねえんだよ。戦場でピアニストしてる時間もねえ。コンボすら回線用だっていうの。2週間前は確かにすごい流れでつながった。まあこれはいやちょっと僕行きましょう。それ、あ、ではあ、おゼブラが始まっちゃいました。いいよ、やってていいよ、それやってて。じゃあちょっとパンチラッシュに MC 変わります。ちょっと今日は当たんないです。こんにちは。え、次誰やるんすか。次は黒黒さんのやつが見れるよ。おはようございます。見れるお？あ、どうもすいません、パンチラッシュと申します。名前だけでも覚えてください。下蹴りしてねえよ。キング超弱い、マジで。ゴミキング。Welcome to the King of Iron Fist, Leo。 誰？ Get ready for the next battle。
やべ、死体ギルチューが死体ギルチューが湧いとるな。高い。あ、プロコライの称号ね、なんか立て込んでんだって今、たあのもう少し待ってください。 Get ready for the next battle。キングは一番弱いんじゃないか、今作マジで一番弱い。いけ、オラ黒黒さんのレオやで。オラ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 、これどれだ、黒黒さん、よしって言ってもかれたわ。Welcome to the King of Iron Leo。わかんないわかんない。Get ready for the next battle。EU。New challenger. Get ready for the next battle.砲弾が当たりません。ラウンド1ファイト。さっ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 ゲンコツ強い、ゲンコツ山尾田口さん。ラウンド2ファイト。コメントが途絶えたんだよ、大丈夫。コメントが途絶えたんだよ。コメントが叩いた、叩いた。対戦4とかホントもう鉄拳じゃねえからマジで。向こうはプロだからさ、対戦4って。向こうはプロなんだよ。原田見てるか、ホント。
マスターカップ遠くから来る人は早めに東京に来て敗戦後に慣れた方がいいですよ。マジでついてこれないよスピードに俺たちの。声が小さいの？そんなこと言わないでよ。なんでそんな偉そうなんですか。ごめんごめんなさい。ごめんなさい、本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、本当にごめんなさい。すげえ、やべえ、めちゃめちゃついてこれるか、俺たちのスピードに。君たちはマイダッシュガードはできないから、変えないようは縛り。まだまだ気質は終わってないぜ。カイジさん、カイジさん、押せ。KO。 そうなんだ。 Round 3 Fight。 なんかでも回線5に限りないく近い回線4と回線3に限りなく近い回線4がある。回線4の中でも大小あるぞ。KO。 敗戦4は絶対ガードできないです。これガーフレンケン、こちらもまたプロモノノフ、こちらも今日は何時までやるんだろう。閉店ぐらいまでやるんじゃないか。おいしいやつなのに、クロスローさん、おいしいやつなのに。前怖いよ。あと少し削れば伝説のガーフレンケが、はい来た。あーまあ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 、あれお疲れ様。あれクラウディオの武装はジャスト15、16? さっき散々やりました俺。16あるそうですよクラウディオの無双は。 AKB の会場があるとこじゃないっす。 AKB の会場あるとこは2号館、レジャーランド2号館です。ドンキホーテの中にあるやつ。クソやろ回線4は。クソやろが。今必死で戦ってるから、クロコロさんも回線4で。必死で戦ってるクロコロさんも。あ、回線4のガールのやつだな。ガーフレンケが出ました。青い稲妻。黒倉さん、思考を巡らしたようですけど、ガードはできないと。ゴミかな、これは。マジきついよな、今のは。
最後あのベイブレードの完全じゃない。割ってくれ。左抜けて。浮くやつなんで実は。実は浮くやつなんだよ。そう。実は分かんない。実は浮くんだよ、あのホーミングじゃねえ、なんだっけ。パワーダッシュ。ラウンド3。ファイト。イエイ。ニャー回転落としてジャブを刻んだぞ。こいつできる。さあここでやっと KO ラウンド4。気質もまたガードよ。彼もまた本当まともな勝負にならないよ、回転は。じゃんけんにしたらならない。やばいやばいやばい。うわ、助けてくれ。助けてくれ。まあ、スロー。KO。これ、僕を出しちゃダメなやつだ。ファイナルラウンド。当て身のあれ。 Get ready for the next battle. スタートボタン連打で回線に影響出るの？本当？ああ、いや、いや、聞いたことないです。これあれ、クレジット入れると。あ、なるね、クレジット。やばい。ラウンド1。そうだよね、あんま関係ないよね。へえ。オカルトか？ニューチャレンジャー。ロクロさんを見くびるなよ。あ、これはこれ本物？本物だ、タレ先生。原田見てるか？勝弘。原田よ。ラウンド1。ファイト。本物らしいよ。渋谷王がタレマンタブ。鉄拳法勢歓喜。タレさんのシャオユーが見れるのは鉄拳セブンだけ。入らないんだ。先端だと入らないみたいな。ある。やめろ。やめろ。その名前出すなよ。二度とだ。その名前出すな、マジで。ラウンド3。ファイト。二度と出すなよ、その名前。タレシャオは防音ライトからレイジーマン。へぇ。で、防音ライトって一発目で浮くよね。浮くよね。浮けねえよ。げんこつ山田さぬきさんゲームですね。ラウンド4。ファイト。やめろよ。あー、
いや、痛い。かわいいよ。はいはい、あれ出た、クロクロさんと同じ。あっ、まあ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 、まあ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 、早くも光っている枯れ先生。よし、行くよ。 Round 1 Fight。 38だ。どっちが有利なの？レオさん、どっちが有利？あー、シャオユーなんだ。あれ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 、レオはバタバタ打ってりゃいいってゼウガル君が言ってるけど、クロクロさんはシャオユーが有利と言っていますね。真相はいかに、バタバタ打ってきゃいいってクロクロハン。こっからあっ、ウェイ、どうしたの、グラグラさん、いけず、いい、一人いった。Round 3 Fight。 よいしょ。あっ、いやー、すごい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 、デビューデビューデビュー、あぶね、押してまいる。あー、まあ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 、まあ、KO。Round 4 Fight。 いや、この浴びせ蹴りもいいっすよ。よいしょ、怖いよ、行く、そこで壁まで行って、ガーフのやつ、ガーフのやつ。ファイナルラウンドファイト。はい、10、あ、10だ。クロクロさんが終わっちゃう、クロクロさん終わっちゃわないで。これはまだ、まあまあ、こっからまさか、こっからまさか勝ちはない。きついきつい、そうそうきつい。 KO。 ちょっとやばいかも。 Get ready for the next battle。 シャオゲーかな。こんなポケモンみたいな顔してたっけ、シャオユーって。よし、行くよ。 Round 1 Fight。 いやー、やっぱ、はいはい、フュージョンができねー。いけー、 OK、 わっしょい。 Round 2やば、クロクロさんスイッチ入ってる。カチャスイッチ入っちまった。もう手をつけられない、こうなっちまったら。やべえ、クロクロさんお願いすぎるよ、これは。クロクロさん、 Round 3 Fight。 Hit, hit, hit.
うわかっけー調べてる。KO Round 4 Fight あれ、ジョー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 か。グルッ。あ、刺さるね。ほうに。いいね。いいね。あ、いいね。押しました。いいね。押しました。こっからある。全然こっからでしょ。まあ、むしろ。はあ。グルグルになるよ。もう半分じゃんこれで。あぶねえ。これセット、はい、奥でも中心フュージョンができない。うまい、はいはい、押してまいる。いけ、全骨山のダメキさんなんだが、まだ終わっちゃいねえよ。まだ終わっちゃいねえ。叩きつけ受け身取ったらもう二択完全だよね。そうだよね。次枠、次枠が次枠だよ。ちょっとまだまだいくある。次枠の取り方が分かりません。少々お待ちを。
ready for the next battle. わこっちゃん、わこっちゃんです。あ、そっか、スイッチではずっとなってます。え、あ、閉店か、閉店か。Get ready for the next battle. あー、もう強制なんだ。Round one. Fight. もう当たんないかこれ。無理かも、もう相手がいない。New challenger.For the next battle. 来い。雄石さん。どういうタイプのカタリーナかだよね。待ってくる。待ってくる。Round one. Fight. ダンケだね。ゲームレボリューションみたいな服着てるじゃん。ホワイトブレスだ、ホワイトブレス。
そうですね、相当分が悪いことが多いですね、壁ないとプレオ。あー流れない、終わりきらない、押してまいる、勝負ねー。ファイナルラウンドファイト。これずるいよ、命かけてくるんだもん 1LK みんな。いや抜けれないよ。Você tem técnica, mas não tem aura. Get ready for the next battle.今ロングレンジかと思ったって、クロクロさん。ないよ。実質勝ち。なるほど、レオのかわいそうポイントが結構出ちゃったもん。ファイト。いいね。あーすごい暴れてくる。重いよ、危ねえ。 KO ラウンド2、改善4だったらクラッチさん。あっ、違う、ひじげ、ひろはや、置き攻め、危ねえ。追いつけない、入んないんだ。ひどい。KO。ラウンド3。追い付き入りまーす。追い付き入りまーす。いや、ちょ、なんだ今のダメージは。肩パン。フュージョン、ガブルで12しっかりしてる。はい、おいしいやつー、ゴー。さあ、暴発だね。リベンジマッチ。Get ready for the next battle。暴発。Round one。ジンの人は入っちゃいました、シャケさん。いやー抜けれないか。うわ、これ置いてくる人多いよね、ほんとスネークとかワイスとかペンのあれとか。スライド入力でレイジャーズ出ちゃうの、本当あれは直した方がいいよ。さっきキング散々やったんですけど、まあ今日はクロコラさんで。おいおいおい、スライドね、キング 3LP の切りもみ打つときに三両パンのレイジアーズが暴発して、まれによくある、まれによくある、あれ。いやー抜けれるよ。ラウンド4ファイト。きついな、なんかこういうのは。
命を軽いものとしてるこのカタリナ、 1LK をもうガシガシしてくるもん。人間魚雷ナメプ、はいナメプ、きついねこれ。みんなもう眠いのかな。魚雷系カタリーナ、雰囲気魚雷系雰囲気です。もうこんな 1LK ガシガシみたいな、もう命を捨てて魚雷系、わー抜けれんな、危ねえこれ。KO。 そういうこと。Round two. Fight. 銃のやつ、銃のやつ、うわーきつい、やりすぎじゃねえ、ハイキック判定してくれよ。いいナイス、イエーイ、おっ、いやー危ねえ、抜けれないと来るぞ、あはー、逆号だー、運がいいらしいです。クロクロさん曰く運がいいと、運、そうだね、ちょっと今のは肘筋って行き過ぎたね。2人になって全盛期時代のミゲル並みにカルライチュー、あーそうね、2発止めでね、ど、なんだっけ、ジュリアみたいに2発止めで浮いてくれればまたいろいろ違うんだろうけど、そうではないからな。ファイト、うわあ危ねえ、慣れないとはない雰囲気だよ、はい、こいこい、浮くのうち浮かないでしょ、2発とも浮かないでしょ、いやゲロ吐いちゃう、ゲロ吐いちゃうな今のライトは。あ、そうそうそう、ライトパンパン、クロクラの称号もうちょっとらしいです。お待ちを、青く光ってる、おー青く光ってる、おー、ラウンド12222、ドラゴンボール、いやーきついね、いやーかわいそう、15な、いやー KO、 言葉が出ねえ、ファイト、いやめっちゃ蹴られてる、めっちゃ蹴られてんだけど、おいおい、なんだこれ、待ってるな、いや前に続けろ、げんこつ、振り取って、KO、 ラウンド3ファイト、武道系、結構きついね、踊られると、抜けている、
すごい、でも結構こういうとこでやっぱカウンターしてくれるから賞賛はすごいよ。KO ラウンド4ファイト。あぶね、いやかわいそうになっちゃう。おいしくねえ。さま有利有利有利、耐久が来る耐久が来る。あはー、なにそれ、なにそれ。ファイジーボートプラスワンマンマイン200投入。Get ready for the next battle. 魂の200安くねえぜ、金は命よりも重い。ラウンド1ファイト。勝たなきゃ店の養分。これ結構なんかいろいろ変えなきゃいけないかもしれない。Round two. Fight. 勝たなきゃ誰かの読む。ドンドン。いいよ、そういうことだよ。やり返せ。来る、狙ってる。狙ってる。やぶれ、ああ、ナイス待って、ナイス待って。オッケー。勝てば全員その通り、その通りだと思う。魚雷系レオ、もう 2-0 だからもう魚雷系でいいと思う。魚雷でいこう。やべ、ちょっとビビってな、ちょっと黒田さん勘ぐってる。ポンポン、いや怖い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 。カタリーナの間合い、KO ラウンド4ライトゥーの確定、あ、13あるんだ。酔ってんじゃねえや。うまい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 。いやでもね、怖いよね。来る来る来る。ザワザワザワ、あぶねえ。ザワザワザワ、やるしかねえ。クログロさん頑張ってくれます。いやこれがオールレケ。いやほらほらほら、来てる来てる来てる。まあ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 、いや来てない、頑張ってくれ、許すな。オッケー、これで込むか。いけいけ、危ない危ない。入ってきちゃってる。うわー、 KO。 ははははダメなのよ、カタリーナにワンツーはダメなのよ。シャガスだからライト。ゲームオーバー。グギギギギ。1050年司会。今最後にジャブがヒットしたプラス8取ったね。ライトかハイキックだと思ったからワンツーを出したんだけど。潜るんか。読み勝ったのに、ま、俺が悪い。
気づけば地の獄、モーダスクー労働施設にクロクロはいた。悔しい悔しい。いや 3LP もさっきやってたんだけど、 3LP だと、まあ、プラ8から最速の 3LP だったら勝つな。ただ相手がマイナでもガード、俺が最後はヒット確認してたんだけど、前ジャブをガードさせた後の 3LP だとハイキックに負けカウンター取られるのよ。それが怖くてジャブヒットしててもジャブワンツーでいったらダメだった。まあ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 終わった話よ。行こうぜ。またローカー熱いな。そうだな、ね、魚雷系ばっかじゃねえかよ。どうなってんだよ鉄拳は。魚雷系か超魚雷系しかいねえよ。こういうね、うわへーよ、魚雷系海岸目覚めた、解放、黒子さん安いを解放させてどんどん。あー違うです。よいしょー、 KO ラウンド3ファイト。魚雷系か武闘系しかない。帰る場所などない。敵のエンジンしか積んでねえ。カエルのエンジンは積んでねえぞ。確定。いじめ。はい、子供相談室。いじめ問題。やめちゃったんだ。しょうがない。終電。ラウンド1。ファイト。一人違いつけゲット。やっ。はっ。さあ、あれコメビューどれですか。コメビュー、あだす。12時半、1時間までかな、レジャランは。レオはね、レオプラスだから、レオ有利だから。レオ戦はレオ対レオはレオ有利だから。ラウンド1プラスつくわ。ファイト。オレオ懐かしい、オレオ懐かしい。レオ対レオはレオ有利。常識ね、これ常識ね。かっこいいなあ、レオ。カスタマイズ。
キング対キングはね、若干キングの方が不利かな。奴隷は二度刺す。クロコラさんがあっさり取る。経験則がものを言う。やっぱこの戦いはほらこういうなんていうの狙ってるから。うーわゲロ入っちゃうわ。Get ready for the next battle. 床を落とした後、床壊した技にもよるっぽいっすね。Round one. 壊した技っていうか、何発で壊したのか。うわー、浮かねー。 KO Round 2 Fight。 レオって見ねえよな、本当に。まあ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 悪くないね。Round 3. フルクラさんやってんな。あぶね。いやーやっぱぴょんぴょん。はい、これもらった。これは忘れちゃいけない。このラッキーは、このラッキーは忘れちゃいけねえんだよ。 KO Round 4 Fight。 俺は行ったかな。いやこれさ、レオってほんなんかかわいそうだな。おっ KO。 潜るね肘。ファイナルラウンド流れ本当にあるよ。いらどいらね、こんなに慈悲深いのに。クロクロさんはやべえ、やってきてる。ユーリ怖え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 。ゲー、あーうめえ。横に引っ掛ける。これ終わる。どう、壁がちょっと邪魔だな。お、うまい。あ、なんだ。あー、クロクロだ。危ねー。はがし、はがし。強行。Get ready for the next battle。神の時間に手を突っ込んだ。この枠、ニコニコはこの枠で最後みたいです。
次はツイッチ、次役ありません。スイッチ、KO Round 2 Fight。 KO Round 3 Fight。ハロー、ツイッチユーザー。これみんな英語大根でしょ。ラウンド1ファイト。LOL。
Round one. Fight. Yoshi, yes, Yoshi. It is all over. K. Brasquez. Perfect. Round two. Fight. Thank you.
レッツゴー、レッツゴー、スチューピッスモーキン、ファイナルラウンドファイト。Round one. 英語が全然わかんない。KO.
Round 3. Fight. すげえ日本語が流れると心が安らぐわ。おわし。いやーきつ。ああいやいやスカイエンドノバー。ファック。スカイエンドノバーイズファック。Round 4. Fight. ファック。おっさん。ノーバー。ノーバー。Che la luce di Sirio disperda le tenebre. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Hello, Twitch user. Thank you watching today. Streaming finish. はい、あパンチラッシュ帰ります。いやー、勝てない俺が悪いです。また来週かな、今週はできるかわからないです。 See you next time, bye bye. あ、世界に今ねいろんなところに鉄拳セブン入ったから Many countries started 鉄拳セブンOn arcade. Congratulations. Very good. I glad. Bye bye.